はい、どうもさん、こんにちは、ノアです。今回はですね、こちら、はい、これ何かっていうと、ウルトラゴッドミッション4弾のガールズキャンペーンファンなんだけど、これが本弾のね、スーパーサイジン報告、このカードのね、影響で今強いです。はい、強化されました。アビリティが自分の攻撃時、敵のパワーの方が自分より高い場合、当たりダメージが3倍になるという、なかなかね、シンプルなアビリティしてるんだけど、これ大好きすぎてね、このスクリューダウンに入れて飾ってるという。そう、イラストが最高、バンちゃん。はい、デッキこんな感じで、はい、今回ゴリゴリワンキルでいきたいと思います。で、このデッキすごいいいのが、まあ、GT4 でまずね、パンちゃんダメージ2倍かかりますと。で、通告でさらに2倍で、陰神論でチェンジスイッチさせません。五千屈で先行を取り、ゴジータで流星メタからのブーでパンちゃんのアビリティをフルで発揮させるという反通デッキで、これどうよ、なかなかえぐいでしょ。まあ、アプリも1でいいと思う。もう2ラウンドの未来ないから、こういうデッキの場合はね、もう1ラウンドアプリにして、まあ本当に一発屋さんみたいな、そう、大会とかでは絶対通用しないと思うけど、一発屋で、はい、バトスター、それができるのがいいよね。で、GT4 がまあこんな感じで、なかなかいいですよね、これも。ファンちゃんと、まあ自分のね、戦闘力上昇率が2倍の、記録回復のダメージも2倍の、3ラウンド目、2ラウンド目で4倍だったかな。まあ今回1ラウンド目でも決着つけるんで、怖いのがヒットベジータって言ってると来るから、オーション?なるほど。まあまあまあ、周回デッキって感じだね、破壊神アバターのね。いや、これはちょっとぜひとも、はい、撃破していきたいところ。相手20位とかの破壊神アバターなんで、ね、30位だったかな。いや、これで勝てたらすごいよ。こっちに向かってくるみたいだ。やってくれると信じてる。いや、もう相手からしても絶対わかんないでしょ、これ。あとね、人造アバターとか対面したら、パワー勝手に下げてくれるから、魔人ブーつかなくてもいいかなとかいろいろ考えてたんだけど、とりあえずこれもう一ラウンドクイックなんだけどさ、ちょっと復活アプリやったら仕込みたいね。はい、ちょっと復活アプリなかったんで、まあ静寂な空間アプリで、まあ一応そうですね、ベジット、はい、ベジットを5点キスに変えられた時の保険で使ったんだけど、あんま意味ないね。いや、これね、多分1ラウンドクイック負けたらこれもう無理だよな。まあ久々の5000クイックなんですけど、逆にこれクイックで先行取れればいけない。ああ、取った?ん?相手なんでこれクイックをしてくんやん。はい、まあ今のスタンプね、ちょっと訳ありで前回使ったまま、おっしゃー、要請キック。え、マジで?あ、おぞっと、そっちか。うわ、危なっ。おぞっと見えなかった。ヒーローだと思ってたわ。まさかの宿のおぞっとね、はいはいはい。いやー、ちょっと増えてるやつ、まあ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 。はい、これは勝ったでしょ。これは勝った。いや、やばいと思うこれ。あ、でも言うて、ちょ、石のもあげればよかったこれ。言うてさ、チャージ勝たなきゃ厳しいですね。だったら負ける。パンのチャージまで負けて、そう、これも負けちゃおうね。どうせパンちゃんしか火力出せない。で、ブーでパワー4000吸収してるから、まあ多分3倍にもなると思うんだけど、どうだろう。いや、マジなってくれ。あー、やっぱりで、ここやばい。おお、いいね、いいね。トランクス未来でさせて相手。いや、なる、うん、なるね。あー、頑張った。うわー、押せるんかい。そこ押せなくていい。あー、2万ダメージってやばいでしょ。やーな、こりゃお上げ、お上げです。はい、さよなら。キモしょいから火力マジで本当意味わかんない。これこいつもう頭おかしいから。1、4、9、KO。 ふんって、あー、甘かった。いやー、ミラクルアップと悩んだんだよね、1ラウンド。うわ、ミラクルアップだったらワンチャンあったな、これ。またランカー来たんだが、
まただよ、88位とか言って、しかもうわ、得意の未来選手はきついね。よく考えたらこれ貫通いないじゃん。あー落ち、貫通、あー欲しいけど枠がない、どうしよう。いや欲しいね貫通。どうしようかな。未来戦士いけるか。あ、アタッカー減らせばいけるか。はいはい、いける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 。アタッカー人数調整すればガード上がんないでしょそんなに。でもどうだろう、ナメックか、なんでランカーしか当たんないのマジで。いやでもバイ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 はまあ倍率通るから。あ、未来戦士ちょっとまずいね、倍増向こう。いやこれは厳しい、マジで厳しんご。あのね、未来戦士の倍増向こうとか言ってんだよな。あーきつい、マジで未来戦士とか言ってんだもん。この場合は魔人ブ上げなくていいよね。ちょっと待ってくださいよ、プレゴジもいらなかったな。いやプレゴジをブーだったね。あーまあいいや、いいいい、いける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 。まあ一発やってこういうもんだから。そう、昔なんてさ、ロックオンマンキル時代、多分結構なねランカーがこんなことやってたと思うんだよ。1ラウンド目でロックオン失敗したら終わりだって。まあそれに比べれば、あまあグリリンいないだけマシか。あ、てかそっかそっか、できないで、ね、バイゾン向こう。ああならな、まあまあ、あのエナジーがギリギリ空いてたまらなかったってで、ミラクルアップでなんとか。あー強い、いやーお願いしますって感じで。はい、まず1打目3倍の2倍の2倍の、全然なんか減ってない、ひどい、もうやだ。あーしかもなぜかガバルシミラクルもでん。はい、あのですね、切ってないよマジで、マジで切ってないんだけど、回線が落ちたんでワンチャン出てきた気がする。相手7000制限使えなくなったから、コンピューターね、1ラウンド目の相手の攻撃の終了時、ポットリモコン打った直後に回線切れ。まあそうですね、これは結構モロタで駆動じゃないかな普通に。もうで、ちょっと待ってね、あーもう全出しでいいか、未来選手どうこう言ってる場合じゃないなこれ。いや全出しでいいでしょ、ミラインクスだけ下げてもいいかなって思ったけどね。あこれどうなんだろう、あのガード向こうってこれガードを無視したダメージなのかちょっと分かんないんだよね。なんで変えてくんだよお前さ。うわーまずい、ゴッドだ、キモすぎるゴッドは。ゴッドが生きてるから厳しいな、これ回線切れても。おおマジで勝ったんだが、え、なんでその入ってんの、えぐくない維新、え、なんかしたっけ意味わかんないダメしてたえ、なんかした、え、待ってマジで何もしてんねん、え、ブーも入ってない、パワー別に3倍にしかなってない、なぜか倒せたというねさすが、よくわかんないけど勝ったいやーまあもうさすがにもう一回いくけど、なるほどなるほど。いやこれはね、魔人ブーの枠が貫通ベジットか、いやまあ貫通ベジットしかもう考えられないな。うん、2回たらもっと完成度高くなると思います。はい、で復活健康一滴最近いないから、そうなんだよね、そこもいいなと思って、復活対策別にしなくてもなんとかなる。はい、ということで一応ランカー撃破ってことなんですけどねなんでいい震災感なの意味わかんない火力出たのかマジでわかんないんだけど、なんかしたっけ、ちょっとまあわかる方いたらコメント欄でよろしくお願いします。おおて激アツ最高。懐かしい、懐かしいなおい。いや待って、異次元からの下とか言ってんじゃん、いたのまだ。
一発屋バーサス一発屋、さあどうなる。シャロットがいるのか、よっしゃ、最速ベジット、ゴセンクス、オトナイガス、いやもう完成度は高いね。うわ、なんか出てきた、なんだこれは。まあカレックアップと、で技神官いても、まあ技打てるけどロックオンができないから、まあ大人アイオスのロックは怖くないんだが、まあなんだろう怖いの。あ、でも必殺技普通に来るね。ロロ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 。いやー、それは厳しいって、それは厳しい、ほんと。なんでしかもロックオンキルとか言って、いやーもうやだ、ほんとゴセンクイック。あー、マガブロプティにしようかな。でも枠ないしね。やだ、ほんと。あー、思いついた、思いついたわ、マガブロ固定戦闘力モカアプリでいけんじゃん。これもうダメだ。いやでも今回に関して言うとシャロットなんだよね相手。慣れてやがるワンキルに。あー、やだ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 、もう本当にやだ、本当やだ。もういいって、いいって、もうマジで。おっ、ワンチャン、ワンチャン、ワンチャンあるよ。でアイオスバサーカー以外に行って、なんで行くのバカ、アホなの。もうやだ、ナイスミラクル、アプリ最高、チューアップ、全員チューアップだからね。いや強いわ、ハッピーサマーアプリ的なやつ。なんでだからバーサーカーに来んだお前ら。あのさ、おマジで熱っ、激熱、2連ミラクル、激熱きた。勝ってはないな、まだ。うん、チャージ次第。いや満身は敵よ。さあここ、ここここ、お、いいかも、結構削りは。あ、いいいい、全然いい全然いい。いやこれ負けようか、負けて、うん、バーサーカーにもう全てを託す感じでいきましょう。ほらほらね。でどうせこれ削れないのにミラクルでもったいないから。いや削れたかもしんないけど、ここここ1番来た、3倍、よっしゃいるからね。はい、勝手に3倍の、おーおー、いい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 、めっちゃいい。さあ1回負けてるし、ナイスミラクル、しゃー、ザー、しかった。いやこれは気持ちいい、うわー、これだけで完走しんじゃね。強すぎた強すぎた者たち、いいっすね。いやまさかのラスト試合はね、技神官と対面という。なんかちょっと1戦目でフラグ立ってたじゃん、あれ。技神官がどうちゃらこうちゃら、なんか一発屋がどうちゃらさ、マジで来なくていいかんね、本当に。さあ最後はね、かっこよく決めちゃってくださいよ、ベジットさん。ウルトラ、これ超好き。お、しかもベジットに直撃、スピッツォロズドン、6万6000ダメージ。オーケーオーケー、はい、ということでね、そう、これでいい、それでいいのだ、それがベストということで、もうね、ワンちゃんの強さ、これもう遺憾なく発揮されてたんじゃないかな今回は。でね、やっぱりもうね、倍増系はチェンジスイッチで倍増向こうベジータ4で、ね、させないようにスーパーイシーンを入れるのがもう安牌だと思う。でやっぱね、うん、カチカチ系がきついからガードアップとかね、まあ貫通ベジットで、これうまい具合にパンチャーにこれかからないんだよね、パワー2倍がね。そう、パワー高い順から3人だから、
パンちゃんこれ初期パワーがね2600しかなくて貫通のパワー2倍かからないのもナイス。いやーいうことでこれはなかなかねいい試合になったんじゃないですかね。はい、ワンキル VS ワンキル撃破勝利ということで、もしよろしければチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いいたします。バトスタ期間も残り少ないですが最後までね楽しんでいきましょう。ということでご視聴ありがとうございました。お疲れ。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。